はい、始まりました。信長の野望創造実況黒田助水リベンジ編。前回関ヶ原の戦いでスタートさせて、黒田長政ですねでプレイしたんですが、あえなく負けと徳川に歯向かってやられてしまったんで、今回からリベンジ編ということで、どうにか前回の失敗を教訓に進めていきたいと思います。そしてシナリオは関ヶ原で、選んだ武将は黒田長政。シナリオ設定ですね、上級にして登録武将は登場しないと。戦国で歴史イベント、これ長寿にして討ち死にあり。姫とかは縁組とかしてちょっと遊びたいんで全部ありにしときます。輸出ではスタートさせます。よし、 OK と。ふわー、これで勝てるんかな。天下人豊臣秀吉の死は、ほう、束の間の太平を享受していた戦国の世に再び暗雲を招き寄せようとしている。よし、長政、助水、勘弁やな。関ヶ原の戦いか。これやねんな。天下、おお、せやねんな。でもこれ九州から狙うがすごい難しいねんな。こんな状態か。でもこれ一気に徳川の天下になるから、どうやろう、どんくらいで収めなあかんのかな。まず移動や。中津に助水と善助送ろう。助水、善助、宮本武蔵も送っとこう。よし、スタート直後に毛利家がぶわーっと攻めてくるんが目に見えてるんで、外交工作なんかできるんかな。落としときたいんやけど、落とす余裕もないねんな。どうやろう、まず移入しとくか。忘れやすいからな。よし、取引と設営、これだけは外しといて、工作と。いっか、落とせるもんかな。落とせへんよな。スタートさせよう。お、よし、もう入ったな。早速もう出陣させると。というか、ここがよし、お、はいはい、お、どこに攻めるこいつ。回避させません。あ、迂回させるしてもた、間違えた。よし、終わった。
箇条。こう見たしな、前回。よし。天才軍師。まずここを守らなあかんねんな。大友撃破。出陣します。ご命令を。先月の終始です。報告します。まずこいつらちょっと置いといて、やるとしますか。こいつらは向かわせると。工作やな。天助、とにかく加藤清正に援軍出してもらう。手はずを整えておいて、止まれ、待って、よし、やるとしますか。から攻めると、よし、来た。ガラシャが死ぬと。お、お、ただ起き怒ってる。おお、やってもた。3000、こいつらまつい。あ、これ700、1000、3000、ここでまず潰して、こいつらを最大限利用しなかった。よし、周りに続け。削りつつやな。よし、反戦強化。突撃させて、よし、行ってこい。どうにか行ってこい。よし、よし、生徒。これやねんな。グラジョ、撃勝、捕らえたり。グラジョ、ライヤ型。これここをどうにか落とさなあかんねんな。次、これで援軍要請できひん、まだ。とにかく一旦ここ入ろうか。187、
ここで死ぬねんな。こっちで関ヶ原が本格化してきて、お、小早川秀明、お、いつの日が動いた。表情を始めます。先月の終始です。援軍要請できひんのか。お、出せる。出して、うん、援軍要請こっちは出せへんか。出せへんか。ここ攻めさせておこうか。柳川城、そしてこいつらでどうにか落とすと。兵数が少ないのかな。よし、外交工作、無駄なこともできひんしな。怪獣、ここか。よし、怪獣しとくか。みんな遅れるな。よし、出た。出陣するぞ。こいつはなんで出てんねん。500、2000。我が戦お見せしましょう。おお。晩秋の濃霧が兵士たちを静かに包み、関ヶ原に赴任した徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍、両軍が睨み合いを続けたまま、すでに2時間が経とうとしている。戦いが始まるのか。待たれよ。今日の先手は我らが役目。何人たりとも通り抜けるは許さぬぞ。これはお役目ご苦労。我らは松平忠義様の初陣に備え、物申するだけだ。案ずるには及ばぬ。総大将、徳川家康の息子である忠義のためだと言われると、揉めるわけにもいかず、福島軍もしぶしぶ直政の通過を許した。鉄砲隊、玉込めする。よろしいので。構わん。この天下分け目の大戦、先駆けは我ら徳川でなければならぬ。なるほど。この直政が先陣を切る。明け木赤備えよ、我に続け。抜け駆けとは感心せぬ。皆迎え撃て。浮田が戦、見せつけてやれ。おのれいい目が。抜け駆けとは卑怯な。おのども突っ込め。遅れを取るな。いい直政の攻撃を受けに、東軍西軍の諸隊が攻勢を開始。天下分け目の戦いがここに幕を開けたのである。とうとう始まった。関ヶ原の戦い始まったぞ。出陣する。よし、
進します。お、島左近、よし、お、わあ、これどうなってるんや。してんな。一大事にございます。あれを。動きのない小早川秀明に豪を煮やした家康は、自らの配下の鉄砲隊に小早川陣への射撃を命じていた。ナイフも随分とじれて、安売りはできんと思っていた。めっちゃビビってるやん。潮時のようだ。家康の威嚇射撃が功を奏し、秀明は寝返りを決意。西軍の大谷義次の陣地へと攻めかかる。見えておったぞ、金吾。さすがや。貴様の弱き心、義を知らぬその差が。西軍の大黒柱ともいえる名将、大谷義次にとって、秀明の寝返りは予想の範疇であった。しかし、小早川軍の寝返りがもたらすさらなる変化まではさすがの義次にも見抜けていなかったのである。なるほど。こっちどうなんだ。お、援軍になっ、援軍っていうか同盟になったんか。何じゃこの状態。お、よし、お、こっからやな。こっからやな。あと次、お、大名変わった。お、大谷家が捕らえられたと。お、次こそは八丈島に流されて帰ってこうへんと。六条ヶ原で小西行きなが、お前ヤクザやな。顔完全ヤクザやん。パンチパーマやんこれ髪型。ちょんまげついてるけど全然なんかパンチパーマやん。石垣、石田三成も死んだが、よし、ご命令を。先月の収支です。報告します。米が入ったか。東京州戦場で助太刀してくれる。お、怪獣進めとくか。100%。よし、今回コマにしようか。こいつら帰ってったか。今回はこれにて終了。次回も。どうしようかな。怪獣この辺のやつできんのか。ここだけねんな。次回もこっち攻め込んでいきたいと思います。
っちも攻めてて、こんな感じか。よし、以上、終わります。